休憩にしましょう。お茶の時間です。そもそも現実に戻るにはホテルに行かないとダメなんじゃないかな。おかしい、みんなどこに行ったの？夢の最前線で UFO を追う。クロックボーイピザ、いつでも美味しい。散歩？あいつが何か企んでるの？またお会いしましたね。ああ、僕の忠告を気にもかけていないようだ。残念です。そんなにその少女に夢中なのですか？あなたは本当にあまりに周りが見えていない。気をつけて。今ならはっきりわかる。君の友達には問題があるって。おや、この勇敢なお嬢さんはあなたを守りたいようですね。なぜでしょう。あなたたちそんなに親密な関係でしたっけ？ふざけないで。あなたの性格とっても好きですよ、お嬢さん。そこの足毛と違ってあなたの鼻が利くことも認めましょう。それでもあなたは集団に遅れをとっている。この状況になってもまだ気づいていないのですから、ファミリーが隠したこの美しい夢の裏に隠された秘密に、そして氷雪の世界を救った開拓者、散歩のやつ、ヤリーロ6の物語を一体どれだけ誇張したの？ま、彼の話を信じちゃった方が悪いか。本当に足毛ちゃんには失望したよ。悪いけど、本当の無教の中でちょっと眠ってて。ここはどこ？ホテルに戻ったの？いや、この感じ夢に入った直後の景色と雰囲気が似てる。連絡はできないか。ミハイル、いるの？静かだね。時計の音が聞く。何これ、変なの？鍵が開いてる。あ、やっぱり
君もここに。私にもわからない。とにかく私たちはまだ夢の中にいる。他のどこでもない。ましてや現実でもない。空気中に奥質独特の感触があるから間違いないよ。でもここは私が知ってる美しい夢とは全然違う。幽閉、静寂、不安。この漂ってる文字が見えるでしょ。ファミリーが治めてるピノコニーならこんな場所あるはずがない。そうなるとこれは夢の泡。違う。覚えてる？私たちが気を失う前、君の友達はこう言ってた。本当の無境って。確信はないけどね。私もふと気づいたことだから。いずれにしてもファミリーが無境の真実について何か隠してることは間違いないと思う。それに君も目が覚めた時に気づいたでしょ。そこら中から聞こえる時計の音。私の直感が言ってる。ここに隠された秘密はきっとあの謎の時計屋にも関係してるって。もしそれが時計屋の遺産を指してるなら、今ピノコニーの夢の中にいる全ての人に密接に関係してることになる。行こう。真実を見つけるためにも、ここから出るためにも、まずは動かないと。したいんだね。もういいかい。ここは通れないみたい。横の廊下から迂回しよう。
ようこそ凡人のステージへ。消えたりしてるこの文字って誰の心の声なんだろう。ミハイルって誰なのかな。なんとなくわかる、あれに込められた思いが、迷い、恐怖、悲しみ、そしてほとんど感じられないほど弱々しい死を顧みない決意。鳴り響け。ようこそ凡人のステージ。ようこそ凡人のステージへ。ミハイル？もう行くの？行かないで、ねえ。せめて僕も一緒に、お願いだ。危険な状況だけど成功だね。絶対安全だって対外的に約束してたのに。ここにはパズルしかないね。両側の部屋に飛んでいったみたい。この子は僕がミハイルのために作った折り紙の飾り。
ようこそ凡人のステージへ。ようこそ凡人のステージへ。ようこそ凡人のステージへ。計算通りだ。だからミハイロも自分を守って。この子は僕がミハイロのために作った折り紙の子。鶴の空きが埋まるはず。この子が守ってくれるから。あ、壁が消えた。そろそろゴールかな。一つだけ怪しい。開けてみよう。何？どうして急に明かりがついたの？びっくりした。それにしてもこんなにドアがあるなんて。多分この中のどれか一つから出られると思うんだけど。世の万物に放りあり、人事なす。ガツンと来るやつで行こう。僕が質問する。命の針いずれ風に吹き落とされる。バトル体験を改善しないと。ふん。
倍速ってこんなもん。存在とは知識は尺度、真理を探り語尾を混雑する。正しい方法を知らなければ死の影から逃れることはできない。ブラックスワンと呼んでちゃう。体験を改善。2倍速ってこんなもん。研究の価値あり、本質は同じ。存在とは知識は尺度、真理を探り語尾を混雑する。世の万物人事なっ。出てバトル体験2倍速ってこんなもん。また会いましょう。さて、目が覚めた、寝ぼすけさん。いい夢を見たようね。どう？夢の中に私は出てきたかしら？私はただあなたたちを記憶域から出してあげただけよ。ようこそ現実のホテルレバリー。あなたが最もよく知る最も安全な場所へ。あなたの精神状態が正常でよかった。あの原子の無境の影響を受けなかったなんて運がいいわね。あなたの頭の中が疑問符でいっぱいなのは分かっているけど、焦らないで。まずはあなたを心配している仲間たちに無事を報告しましょう。